トレジャースゴフェス聞きます。で最初30回です。期間中に俺は、100個貯めました。石100個貯まったんで引きます。はい、2回引こうと思います。20連出るかな、何が出るかな。赤は出てませんね。で新キャラが出たら皆さんに報告します。お、鬼雲出ましたね。今こいつかいみたいなね。おお、ひなが出ました。あ、同じ。お、赤が出た。黒いシャンクスでした。お、黒チシャンかって思ったら、ちょっと泣きそうです。さすがにメンタルが、さすがにそれはきつい。そりゃないよなあ、涙出てきた。やばい、さすがにちょっとメンタルが壊れ始めたぞ。はい、はい、ということで、まあ50個でね、シシリアン確定なんでね、まあ、どうせジャッククソ雑魚だけど一応頑張ります。はい、まあね、あのこれでも赤は絶対に出ないっていう、何も意味はない戦いですね、これは。お、ペコムズが出ましたね。まあ微妙ですね、シシリアンがね。まあシリアンだなみたいな。まあ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 、まあ、入手順かな。進化できるやつ何人いる。結構ひなさんは嬉しいかな。ひなさんはやっぱりね、カリーナ持ってるんですよね。あ、俺鬼雲は持ってなかったんだけど、まあね、鬼雲はなんかね、2ターンの間斬撃で新タイプのスロットがっていうのは、先打ちによってうまい具合使えばいいらしいんで、はい、シシリアンを進化させます。まあまあまあ 1.5 ポイントかな、 1.5 倍ということでね、ゴミです。はい、まあね、使うことはないでしょう。嘘、使うよ。今使わなきゃいつ使うんだよ。まあ、今のね、よくわからないやつですが、白星夏の子強いのかな。なんかバカ強いわけじゃないけど、ああでもコスト20でこの性能はすごいな。敵戦でかかってるダメージ軽減状態を4ターン減らし、チェーンケース増加量低下状態4ターン回復し、フリスロット持続性に変換し、1ターン内でチェーン係数がプラス 0.5 0.65、 まあまあかな。まあまあ進化していこうと思います。はい、ということでね、まあ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 微妙だね、やっぱり。でもヒナが出たのはでけえ。マジでヒナは強いんで泣きそうです。ヒナさんは強えからな。まあ、シシリアンは後でレベル上げときます。ということで、あざしたー。